中村勘十でございますけれども、来年、晴れて、四代目中村鴈治郎という大きな大きな名前を、襲名させていただくことにこの度なりました。私にとりましてもその鴈治郎という名前は大変に憧れでしたし、好きな名前でした。何にしましても、来年1年間という長丁場、またそれからもっともっとその後です、鴈治郎として私が 何をできて何がどういうことをやっていけるのかということを自分でも自覚確認しながら、やっていくことになると思いますので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。その大阪から襲名興行をスタートさせるということの勘十さんのその思いをちょっとお聞かせいただきたいの、はいがまず一つと、はいはい、それと、これからそのさらに大阪の顔ということになっていかれると思うんですけれども、うんはい、そこら辺の抱負ということもちょっとお伺いしたいと思います、はいこれ私事なんですけど、実は、今回大阪の家を引っ越そうと思いまして、で引っ越しをしまして、それを機に一度大阪で税金払おうかと住民票っていうのを移してみようという気になりまして、で不思議なもんでそうまだ移してはいないんですけども、やはり大阪に根付く役者でいたいと思います。鴈治郎さん、鴈治郎はんって呼ばれるのはやっぱり役者っていうのになりたいなとつくづく思います。なんとなく大丈夫全然このいいんですか、ね、じゃあ右ありがとうございます。すみません、こちらお願いします。